アフリカの角の国々衛星画像ソマリランドと、種族分布アフリカの角は、アフリカ大陸東端のソマリア全域とエチオピアの一部などを占める半島。ソマリ人の居住地域であり、ソマリランドとも呼ばれた。ソマリ半島とも、ソマリ地域、ソマリ地方などとも呼ばれるが、これはエチオピア東部ソマリ州を指すことがある。インド洋と航海を結び、さらにはスエズ運河を通して、 地中海につながる海上交通の要衝だが、正常は極めて不安定である。アフリカの角に明確な境界はないが、おおよそ次のような範囲である。16世紀にはエチオピア帝国が支配した。19世紀末から20世紀初頭のアフリカ分割により、ソマリ人地域は英夫追とエチオピア帝国に分割された。英領は英領ソマリランド。 仏領は、仏領ソマリランド、医療は、医療ソマリランドとなり、エチオピアには、オガデンが残された。一方、イタリアは、エリトリア戦争により、エチオピアからエリトリアを奪い、エチオピア内陸へのさらなる進出を狙ったが、第一次エチオピア戦争に敗退し、エリトリアに留まった。しかし、1935年、第二次エチオピア戦争により、エチオピア帝国を支配し、 医療ソマリランドとエリトリアと合わせてイタリア領東アフリカ帝国を誕生させた。しかし第二次世界大戦でイギリスによりこの地域のイタリアの支配権は払拭された。エチオピア帝国は独立回復し1952年にはイギリス占領下にあったエリトリアを再併合した。ソマリア人地域は一時的にほぼ全域がイギリス支配下にあったが1950年。 イギリス占領下の旧医療ソマリランドが10年後の独立を前提とした期限付きでイタリアに新宅統治され異新宅統治領ソマリアとなった。1953年にはイギリス占領下のオガデンがエチオピアに返還された。しかしその一方でソマリ人の間ではソマリ人統一国家を作る大ソマリア主義が強固りこれらの再分割に反発した。 大ソマリア主義を受け1960年、英英領ソマリランドと維新卓島治領ソマリアは統合され、ソマリア共和国として独立した。1963年にはケニア共和国が独立した。ソマリ人が大部分の北東部住民はソマリアへの編入を望んだが実現しなかった。普通領ソマリランドはソマリアとは距離を置きフランス残留を希望し、 アハール一サを経て1977年にジブチ共和国として独立した。ソマリアは1974年のエチオピア革命に便乗し1977年にソマリ人地域オガデンのダッシュを掲げオガデン戦争を仕掛けたが失敗。敗戦による混乱と南部偏調の政治が続いたことによる南北対立により大ソマリアの求心力は失われ、 1990年頃からソマリア内戦が激化し、統一国家としてのソマリアは崩壊した。1991年にはソマリランド共和国、1998年にはプントランドが独立宣言し、さらにマーヒル、ノースランドなどの小勢力も独立宣言した。1993年、エチオピアからエリトリア共和国が独立した。エチオピアとの間には、 国境紛争を抱えている。ありがとうございます。